皆さんこんにちは。芸能界には長年活躍し続けている多くのベテランがいます。若ければ子供の頃から活躍している彼らには人前に出る職業ということもあり、視聴者やファンに隠していることもあるでしょう。そこで今回はそんな芸能人のタブーの一つであるカツラ疑惑についてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。最初にカツラ疑惑のある男性芸能人について紹介していきます。錦織一清、ニッキの愛称で知られるアイドルグループ少年隊の元リーダー錦織一清さん、現在でも音楽や俳優として精力的に活動されている方ですが、そんな錦織一清さんにもカツラ疑惑がささやかれています。こちらも細川たかしさん同様、若い頃にはふさふさだった錦織一清さん、しかし現在ではハゲた、カツラではずれてないといった意見が散見されます。いつの間にやらカツラ疑惑が出てしまっていました。現在の髪型を見てみると確かに少し頭髪が頭から浮いて見えます。では錦織一清さんはカツラなのでしょうか。結論から言うと多少浮いているように見えますが、カツラではない可能性が高いと言われています。カツラずれてると言われた問題の写真ではかぶっているように見えますが、他の角度から撮った写真や別の髪型をしている写真では多少の後退はあるかもしれませんが、ハゲていると断言できるほどの頭髪の違いはありませんでした。前髪はずれているように見えるものの、頭頂部のボリュームについてもカツラであればセンスのないと断言できるような写真も見られましたので、おそらく錦織一清さんはカツラではないのではないでしょうか。もちろん錦織一清さんはこの件について触れたことはありませんので、確実な情報ではありません。他にもネットでは AGA 治療をしている疑惑も出ていましたが、この証拠は分かりませんので、もしかしたらしているのかもしれません。ですがかつて少年隊としてイケメンで通っていた錦織一清さんも今では還暦手前、ハゲてしまっていてもしょうがない年齢ですよね。細川たかし、1975年に「心残り」でデビューし新人賞を多数受賞。それ以降長らく活動を続け、「紅白歌合戦」に32回連続出場するなど今なお活躍しているベテラン演歌歌手細川たかしさん。そんな細川たかしさんはカツラ疑惑が出ている一人です。もちろん若かりし頃はそんな疑惑のなかった細川たかしさん、しかし最近では髪型がおかしい、おでこが広いといった頭髪に関する意見が多く見られています。そういった意見によってカツラ疑惑が出てしまったのでしょう。確かに細川たかしさんの髪型は頭頂部近くまで髪が全くなく、側頭部から頭頂部にかけて生え際ができています。ですが実は細川たかしさんはカツラではないそうです。実際に本人の口からカツラではないと発言されています。では一体なぜあのような髪型になってしまったのでしょうか。細川たかしさんによると、年を取り生えてきた白髪が嫌で、その白髪を剃っていったらこうなったとのことです。さらにこの発言をした番組で自分で変な髪型になっていくことに気づかなかったんですかと聞かれると、気がついた時に入っちゃった、取り返しがつかないと苦笑いしていました。白髪が嫌だったために特徴的な髪型になってしまった細川たかしさん、しかしこの髪型も今や細川たかしさんのトレードマークと言ってもいいでしょう。たかしヘアとも呼ばれているこの髪型でこれからも活躍していってほしいですね。坂東エイジ、現役時代には中日ドラゴンズ一筋で11年で77勝を挙げ、引退以降は解説者やタレントとして活躍している坂東エイジさん。そんな坂東エイジさんは疑惑ではなく髪に関連する事件を起こしています。坂東エイジさんは2012年12月、個人事務所が名古屋国税局から
約7500万円の申告漏れを指摘され、坂東英二さんは芸能活動を休止。そして翌年の11月10日大阪市内で会見を行いました。坂東英二さんは、この20年近く植毛をやってきた、カツラが経費で落ちると聞き植毛もと思ったら美容整形と同じだったと告白。この事件はカツラと同様に経費で落ちると思い植毛を経費で落としていたために、坂東英二さんは知らず知らずのうちに脱税してしまっていたという事件でした。この会見において同席していた弁護士は、いくつかの見解の相違があり、当局の指摘通り修正申告納税を済ませたと説明していました。これに関して税理士の岩松正樹さんは、自らのブログでカツラについて、仕事だけに使いプライベートな時間は外せるため、国税から仕事に必要と認定されれば経費になると説明しており、植毛は衣装のようなカツラと違う、美容整形と同じだから経費ではないというのが通説で、カツラは衣装と見られても日常生活でも取り外せない、植毛は衣装と見られないとしていました。しかしこの違いは税理士であってもすぐに見分けるのは難しいと記載してありました。つまり坂東英二さんはカツラではありませんが、植毛を20年言っていたとの発言から、ハゲてしまっていることは確実です。船越英一郎、2時間ドラマの帝王と呼ばれ、サスペンスドラマなどの作品に数多く出演、長年俳優として人気を博している人気俳優の船越英一郎さん。そんな船越英一郎さんはカツラなどを使用していることを明言している、数少ない一人です。テレビ CM で有名な男性向け総合毛髪ブランドアデランスのブランドアンバサダーを務めている船越英一郎さん、以前からカツラかぶってる、生え際がなど、薄毛やカツラの疑惑を多く持たれていました。そんな中、船越英一郎さんは自身の口でこの疑惑に関して話しています。2013年に放送されたアデランスの CM に出演していた船越英一郎さん、その後2019年にも出演しているのですが、その際に船越英一郎さんの方からブランドアンバサダーに就任したいと持ちかけたそうです。この要望が通り、アンバサダーに就任した船越英一郎さん、アンバサダー就任発表の記者会見では、私も毛髪で悩みが多かったものですから、プライベートでもご相談することが多くなって付き合いが深くなったんです、ずっとアデランスさんと共に歩んでいきたい感じですねと、以前からアデランスを利用していることを告白し、役者業の側面でもいろんな役柄にふさわしい髪型が手に入ると役に立っていることを明かしていました。この告白にネット上では、突然髪が増えたのはそういうことだったのか、何を利用しているのか教えてほしいなど、好意的な意見が多く見られました。カツラや植毛など髪に関して隠している芸能人の方も多いですが、カミングアウトして仕事にまでつなげるとは、船越英一郎さんの度胸はすごいですね。三河健一、サソリ座の女や柳瀬ブルースなどのヒット曲で知られ、演歌歌手としてだけでなくタレントとしても誰もが知っている三河健一さん。そんな三河健一さんにはカツラ疑惑が噂されています。しかし三河健一さんを想像してみても、三河健一さんといえばふさふさなイメージしかありません。ではなぜこのような疑惑が出たのでしょうか。実は三河健一さんにカツラ疑惑が出たのは、長年毛量が変わらなすぎるからでした。三河健一さんはいつでも若く見えますが、実はもう喜寿を超えており、80歳も間近に迫っています。しかし年齢を重ねているにもかかわらず、三河健一さんはいつでも若々しく、毛量も若い頃と全く遜色ありません。三河健一さんは本当にカツラなのでしょうか。三河健一さんのカツラに関する話は多くあります。ビートたけしさんが話した三河健一さんと焼肉に行った時、煙が三河健一さんの前髪の生え際から入り、
そのまま襟足から出てきたという真偽不明の話など噂されていた三河健一さんのカツラ疑惑。しかしある時その疑惑を払拭するようなことがありました。それがコロナ禍に更新された三河健一さんのインスタグラムでの投稿で、三河健一さんは、家でずっとマスクよ、私もお肌も元気よ、こんな時だからこそ普段見せないお家での過ごし方特別に載せてみるわよといった文章とともに、三河健一さんがヘアバンドをしている写真が投稿されました。この写真を見て、カツラじゃなくて地毛だったんだと、今までのカツラ疑惑を払拭することとなりました。綾小路きみまろ、中高年を題材とした漫談で人気を博し、全国で公演して回っている売れっ子漫談家の綾小路きみまろさん。そんな綾小路きみまろさんはカツラであることを公表している数少ない芸能人です。綾小路きみまろさんは日本テレビ系一周回って知らない話にて、ほぼ全ての髪が地毛でなくカツラをつけていることを告白しています。実はこれ以前にもカツラをつけていることを告白していた綾小路きみまろさん。同番組内ではカツラが全部の方がやりやすいんでツルツルではないんですけどと髪は残っているものの、当初は全てカツラであることを話しています。東野幸治さんに今のカツラは高いですかと聞かれると、ブレイクをきっかけに印税が入ったのでカツラコーディネーターも変わったと笑いで返答していました。実は14年前にもカツラであることを公表していた綾小路きみまろさん。その時には一回カツラだと言わないとね、肩の荷が下りないからこれで堂々と歩けますとカツラであることを話すことで生きやすくなると語っています。そんな綾小路きみまろさんがカツラをかぶったきっかけは、先輩にカツラ店を紹介してもらったからだそう。しかしよく聞いてみると、先輩がその店を紹介してくれたのは、その店にお客さん紹介で自分のカツラがタダになるというシステムがあり、先輩は自分のカツラをタダにするために綾小路きみまろさんを紹介したのだといいます。エピソード一つ一つにオチがあるあたり、さすが漫談家ですよね。加山雄三、永遠の若大将の愛称で知られ、俳優歌手と幅広く活躍されてきた昭和のスター加山雄三さん。そんな加山雄三さんにもカツラなのではという疑惑が存在します。加山雄三さんは現在90歳の見える年齢となり、かなりご高齢です。しかしそれにもかかわらず、髪は今も若々しく色も綺麗なままを保っています。確かに年齢と比べて頭髪がかなり元気ですよね。加山雄三さんといえば、真っ黒な髪の毛をワックスで綺麗に整えた髪型を想像されると思います。若干シルバーになってきてはいるものの、この髪型はデビュー当時から変わっていません。では加山雄三さんは本当にカツラなのでしょうか。加山雄三さんにカツラ疑惑が浮上した理由は、髪型が変わらなすぎる以外にもあります。それは加山雄三さんのカツラがずれ落ちてしまった動画がアップされたことです。これを聞くと、加山雄三さんのカツラ疑惑は疑惑ではなく真実だったように聞こえますが、実はこの動画はフェイク動画で、他人のカツラが落ちる動画に加山雄三さんを合成し、さも加山雄三さんが本当にカツラを落としてしまったように見せかけたものでした。他にも自称カツラや植毛の経験者から、経験者ならあれが地毛でないとわかるとの声が殺到していることです。ですが最終的に本人が地毛であると主張されていますので、本当にカツラや植毛かはわかりません。ちなみに加山雄三さんはカツラいじりをしていたビートたけしさんに髪の毛を引っ張らせて地毛であることの証明をしたとも言われています。中井貴一、不揃いのリンゴたちで NHK 大河ドラマ「
武田信玄など多くの作品に出演している中井貴一さん、印象的な9対1の髪型が特徴ですよね。そんな中井貴一さんにカツラ疑惑が浮上しています。中井貴一さんは前述した方々と同じように変わらなすぎる髪によってカツラ疑惑がかけられています。一部では髪が増えていっているとも言われている中井貴一さん、では中井貴一さんは本当にカツラなのでしょうか。まず中井貴一さんの特徴的な9対1の髪型ですが、 M 字の側頭部や9の部分が髪が上に乗っているように見えやすく、あの髪型自体がかなりカツラや薄くなっているように見えやすい髪型です。そして2006年に役柄で髪を短くしたことがあるのですが、40歳手前の年齢だったものの M 字の生え際のあたりまでしっかりと髪が生えていました。髪が増えたとの噂も、髪型がほとんど変わらずに9対1だったことが多かったのですが、最近になって髪型が変わり9対1から後ろへ髪をアップさせるような髪型へと変わっています。この髪型変更によって9対1よりもボリュームが増えて見えたため、髪の毛が増えたと言われたのではないでしょうか。そのためおそらく中井貴一さんはカツラではないと思われます。ちなみに中井貴一さんは2022年の5月に歴史系の映画の初日舞台挨拶でスケジュールの関係でどうしても台風の中撮影しなければならなかった、風でカツラが飛ぶんですよと話していたため、もしかするとこの記事のタイトルだけを見て中井貴一さんにカツラ疑惑をかけた方もいるかもしれません。神田正輝、かつては石原軍団の一人で太陽に吠えろなどの作品や、現在では朝だ生です旅サラダに出演している人気俳優神田正輝さん。神田正輝さんにはカツラ疑惑が浮上したとある事件がありました。では神田正輝さんは本当にカツラなのでしょうか。神田正輝さんのカツラ疑惑を浮上させたとある事件とは、東京フレンドパークカツラ事件です。この事件はかつて TBS の人気番組として毎週月曜夜19時に放送され、視聴率 20% を叩き出していた東京フレンドパークに神田正輝さんが出演し、その中のコーナーの一つであるウォールクラッシュに挑戦。このウォールクラッシュはマジックテープで作られた壁を登るというもので、神田正輝さんがこの壁に向かってジャンプすると壁に神田正輝さんのカツラが引っかかってしまい取れてしまうハプニングがあったというものです。この後集まっていた観客全員に1万円を渡して観光礼を敷き、改めて観客を入れ替えて収録をしたと言われています。ですがこの事件はデマであることが分かっています。まず神田正輝さんが東京フレンドパークに出演したことはないことが所属事務所から明かされ、他にも証拠とされる画像が荒く、神田正輝さんかどうかわからないので、そのほとんどが証拠のほどをなしていませんでした。しかし神田正輝さん自身はこの噂を面白がっていたそうで、そのため大々的に否定することもなく、現在まで都市伝説として話題になっているのでしょう。石田純一、テレビプレイバックのレギュラーとして有名になり、バブル期の抱きしめたいなどのトレンディドラマで主に活躍、今なお作品に出演しバラエティなどでも活躍している人気俳優タレントの石田純一さん。そんな石田純一さんにもカツラ疑惑が持たれています。不倫は文化だなどの問題発言でもたびたび取り沙汰されてきた石田純一さん、多くの女性関係で週刊誌やニュースをにぎわせてきました。そんな石田純一さんが本当にハゲているのかと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、石田純一さんは髪の毛がやばい、ハゲ具合がすごいと話題になっていました。そんな石田純一さんの髪が薄くなっていることが最初に話題になったのは、バラエティ番組の中で3番目の結婚相手となる
東織子さんにプロポーズした時のことでした。東織子さんと結婚したのは2009年なので、この時の石田純一さんは50歳半ばです。それまで石田純一さんには髪に関する話題はありませんでしたが、番組の最後に東織子さんが石田純一さんをプールに突き落とすハプニングが発生すると、石田純一さんはずぶ濡れになり髪の毛も濡れてしまいました。そして石田純一さんがプールから上がってくると髪の毛の薄さがあらわになり、これを見ていた視聴者からハゲ疑惑が浮上しました。それ以降、カツラ疑惑やハゲ疑惑をかけられ続けている石田純一さん、現在はカツラをかぶっているかは分かりませんが、植毛や AGA など何かしらの手は打っているのではないでしょうか。小林念次アジ一問目シリーズや税務調査官窓際太郎の事件簿で知られる、時代劇や2時間ドラマに多数出演してきたベテラン俳優小林念次さん。そんな小林念次さんもカツラ疑惑の根強い一人です。小林念次さんも長年芸能界で活躍しており、俳優として数多くの作品に出演してきましたが、現在生え際に若干の後退は見られるかもしれませんが、それほどハゲているようには見えません。では一体なぜ小林念次さんはカツラをかぶっていると言われているのでしょうか。調べてみると、小林念次さんの生え際や頭頂部が不自然に見えると言われていました。実際に見てみると確かに多少の違和感を感じるかもしれません。こうした意見からいつしか疑惑が生まれてしまったようですね。他にも小林念次さんの歴代の写真を見比べてみると、だんだんと白髪になっていっているのですが、ほぼ同時期に髪の毛が黒い時期もあったそうです。これについても違うカツラを使っていたために色が短期間で変わっていたのではとの声が上がっていました。ですが決定的な画像は見つかっていません。そのためあくまで疑惑止まりなようです。本人の口からカツラを使用しているとの発言があったわけではないので、真偽のほどは分かりませんが、過去の写真を見比べてみると最近の写真で感じる違和感と同じような髪質にも見えます。果たして本当にカツラなのでしょうか。小倉智昭特ダネのキャスターとしておなじみで、アナウンサーやラジオパーソナリティ、タレントとしても活動している小倉智昭さん。そんな小倉智昭さんはカツラ疑惑ではなくカツラをつけていることを公言されています。小倉智昭さんといえば有名なのはやはりカツラが落ちる動画です。この動画は特ダネのオープニングで3人の出演者が頭を下げたところで、真ん中に立っていた小倉智昭さんの頭からカツラが落下。あまりの出来に本物だと信じる人が出たり、ついにはトーストが紙面で記事にするなどネタ動画として有名になりました。ちなみにトーストは小倉キャスター生放送中カツラ落ちたと書いていますが、悪質な合成映像をネット上に流すと合成された動画であることも伝えています。そういった動画の影響などもあり、カツラ疑惑がかけられていた小倉智昭さんですが、30代で発症した糖尿病の薬の影響などからカツラをつけるようになったと公言しています。ですが過去にカツラについてずれたりなんかしないし、長いのとか短いのとか持ってませんよ、僕はそうカツラじゃないんだから、ほとんどが自分の髪なんだからとカツラはつけているものの、あくまで一部分のみであることを話していました。小倉智昭さんは2016年に膀胱がんであることを公表し、2021年に肺に転移していたことを公表しています。70代後半という年齢ですが、まだまだ元気でいてほしいですね。橋幸夫17歳の時にイタコカサでデビューし、レコード新人大賞を受賞。その後もいつでも夢を無表で2度レコード大賞を受賞。80歳を迎える今も現役で歌手として活躍し続けている橋幸夫さん。そんな橋幸夫さんにはカツラの疑惑があります。大物歌手の橋幸夫さんですが、カツラ疑惑が出ています。では
どういった点が原因なのでしょうか。桂疑惑の原因の一つは橋幸夫さんの額の広さです。確かに橋幸夫さんは額が広く、髪を額に乗せるような髪型をしています。しかしこれは昔の写真を見たらわかりますが、橋幸夫さんは若かりし頃から額が広く同じような髪型をしています。そのため橋幸夫さんの生え際が後退しており、それを隠しているというのは間違いの可能性が高いです。そしてあるあるですが、長い間髪型が変わっていないため桂疑惑が出ていました。しかしこれも前述した内容と同様で絶対に違うとまでは言えませんが、地毛に見えるとの意見も多く見られるため可能性はそれほど高くないでしょう。こういった理由などから桂疑惑が出ていましたが、橋幸夫さんは桂ではないと思われます。ですが橋幸夫さんも80歳を超えていますので、ハゲていてもおかしくない年齢です。真実は分かりませんが、絶対につけていないとも言い切れません。草刈正雄、1970年に18歳で化粧品メーカーの資生堂田族のモデルとなり、それ以降俳優としても大河ドラマや古畑任三郎など映画にも出演するなど人気の高い草刈正雄さん、最近ではバラエティにも出演し人気を博しています。そんな草刈正雄さんにも桂疑惑が浮上しています。草刈正雄さんに桂疑惑が出ている原因は、現在70歳を超えているにもかかわらず未だにふさふさな毛量です。加えて過去の画像と比べて最近の方が髪が増えているように見えることも、この疑惑の一助となっているようです。では草刈正雄さんは本当にカツラなのでしょうか。草刈正雄さんがハゲている疑惑で最も挙げられているのは40代頃の画像です。この挙げられている画像を見てみると、 M 字の生え際の側頭部の肩が少し進行しており、全体的なボリュームも今と比べると少ないように見えます。この画像と現在を見比べると確かに毛量が増えているように感じます。本人が発言しているわけではありませんが、こうした画像などを見比べて草刈正雄さんはカツラまたは増し消しているのではないかという意見が多く見られました。ちなみに草刈正雄さんのカツラ疑惑の原因の一つに、大河ドラマに出演した際のインタビューの誤解もあったそうです。このインタビューで草刈正雄さんは、大河ドラマでは髪型はカツラなのですか、地毛なのですかという質問に対して、カツラですと答えています。そしてこれ自体は問題ないのですが、この質問が省略され、髪の毛は地毛ですか、いえ、カツラですという伝わり方をしたケースがあったそうです。ネットでは多々ある勘違いですが、些細なことからこのように疑惑が生まれてしまうので、芸能人はたまったものではありませんよね。次にカツラ疑惑のある女性芸能人について紹介していきます。小林幸子、2023年12月に70歳になる小林幸子さん。小林幸子さんは歌手、女優、タレント、実業家など幅広い活躍で知られ、若者の間ではその派手な衣装などからゲームの最後の強敵ラスボスとも呼ばれていて、若者からの認知度も急上昇しました。小林幸子さんといったら衣装がすごい歌手ですが、髪型もいつもバシッと決まっていて、ボリュームもすごいし綺麗ですよね。動いても微動だにしないショートヘア、つい目がいってしまう髪型がとっても気になります。やはり小林幸子さんがテレビに出演される時の髪型はカツラ、ウィッグです。地毛は黒色で肩あたりまでのストレートなんですね。そして地毛の時は帽子やバンダナを必ずかぶっています。小林幸子さんだけではなく、年齢を重ねていく上で薄毛になるのは自然なことではあるんですが、もともと小林幸子さんの髪の量は多い方ではないですし、あまり表立ってる場所ではそのままの姿で出ることはないようです。和田アキ子さんはゴッド姉さんという愛称で
親しまれている芸能界の重鎮でもあります。紅白には何度も出場している。日本を代表する歌手としても有名ですが、豪快な武勇伝も数多く存在しています。和田アキ子さんといえば髪型が特徴的なのですが、カツラではないかとネット上でささやかれているようです。ただ2014年の密着取材では、美容院でカットをする和田アキ子さんに密着しました。38年前から同じ美容院に通い続け、担当する美容師も同じ。和田アキ子さんの来店ペースは2週間に1回で、担当美容師益子健二さんも自分の決まっている長さがあるみたいで、それより長かったり短かったりすると気になってしょうがないみたいですね。1ミリ切りすぎるとアウトという言葉からも和田アキ子さんの強いこだわりが伝わります。そのことから和田アキ子さんカツラ説はちょっと薄くなりますが、8年前のエピソードでやはりその姿も年齢を重ねているのがわかるので、もしかしたらカツラもその後に用意していたのかもしれませんね。またカツラを取ってパチンコ屋に行くと誰も和田アキ子さんだとわからないという噂もあるようです。ゆう歌手や女優として幅広く活躍しているゆうさん、18歳の頃からモデルとして活動をスタート。モデル業に励みながらも本名である荏原由紀子名義で中京テレビ影山民夫の大人気セミナーのアシスタントを務めます。バラエティ番組ダウンタウンのごっつええ感じをきっかけに、ゆうさんは大ブレイク。本当に足向けて寝らんない感じと語っています。若い頃の髪型は黒髪のストレートヘアです。清楚な可愛らしさが引き立っていますね。現在は自然なカラーリングでのゆるふわヘアです。しかし番組で私ウィッグつけてますよって普通に話していたそうなので、何でも明け透けに話すゆうさんですから、ウィッグをつけている事実は本当のようです。万田久子、女優万田久子さんがフジテレビ系昼のバラエティ番組ポカポカに生出演し、〇〇っぽいをテーマに深掘りするぽいぽいトークに登場しました。コンビニにハットをかぶって行ってるっぽいという問いに丸のパネルを掲げ、家でも寝る時でもかぶってますよといきなりボケたようですね。 MC の原市岩井勇気さんは、嘘に聞こえないんだよ、何かかぶってそうなんだよと困惑していました。さらに岩井勇気さんから、コレクションどれだけあるんですかと聞かれると、万田久子さんは古いものも捨てられない、これだけ生きていると語り、部屋中帽子だらけですよね、ディスプレイ用としては結構飾ってますねと続けました。年齢的なこともあり、やはり毛量も薄くなってきてしまうので、ハットがコレクションの一つとして挙げられたのかもしれませんね。ネット上では帽子が似合わないという声もありますが、それでもかぶり続ける理由があるのかもしれませんね。浅木久仁子さん、司会に女優、エッセイスト、コメンテーターとして活躍し、最初の仕事は1983年東京ディズニーランドの開園告知のテレビ CM だったそうです。1987年にはシャツの店で女優としてもデビューし、その後は数々のテレビドラマやいい旅日本などに出演し、テレビおじゃまんぼうの司会などと活躍しています。そんな浅木久仁子さんがテレビ出演の際、髪型が変わった、カツラかウィッグと話題になりました。それは不自然な前髪パッツンのボブにされていた時期です。この時期どうしちゃったのこの髪型、薄くなってたからかなといった視聴者からの予想の声が飛びました。実は2012年に浅木久仁子さんは乳がんの既往があり、ホルモン療法をされています。ホルモン療法では女性ホルモンを抑えるために、女性ホルモン由来の髪に影響が出て抜け毛につながる人もいます。その際に一旦抜けて生えにくくなったということでしょうか。もう一つの可能性としては、50代という年齢を考えると閉経の可能性があり、髪の毛を生成する女性ホルモンが減って
抜け毛の原因となったことも予想されます。やはりホルモン治療による抜け毛はどうしても防ぎようがないですね。山本陽子、若い頃から和服の似合う美人女優として鳴らしてきた山本陽子さん、過去には熱愛で何度もスクープされていますね。そんな山本陽子さんも70代後半、現在は東京の家を引き払って熱海に移住されているそうです。とは言っても芸能界を引退されたわけではなく、お仕事の時は東京に出向かれているとのことで、女優としてもまだまだ現役です。自身がカツラを普段から取り入れていることを公言しており、普段からちょっとした買い物に出かける場合でも手軽で重宝しているようですね。お着物やスーツ、ワンピースなどのおしゃれ着を着用しての特別なお出かけの際にはカツラで素敵なヘアスタイルにされているのかもしれませんね。大地真央、いつまでも若くて綺麗ですよねから還暦を過ぎているとは思えません。 NHK 朝ドラのトト姉ちゃんに白髪のおばあさん役で出演した時は若すぎるなど話題になった大地真央さん。大地真央さんの年齢は1956年生まれということで、2022年で67歳、還暦超えてらっしゃるではないですか。芸能人は皆さん若く見えるけど、大地真央さんは特にですね。元宝塚のトップスターですから綺麗なのはもちろんだと思いますが、あの若さは反則ですね。大地真央さんは顔が小さいので気がつきにくいのですが、時々ウィッグを使っていらっしゃいます。黒髪かつボリューム出すとレトロで和風なイメージに仕上がるので使用しているようですね。原日出子、劇団四季の研究生として女優デビュー。1979年には夕焼けのマイウェイで映画に初出演、主演を務めました。女優の原日出子さんと亡くなった俳優の渡辺博之さんで芸能界のおしどり夫婦として有名でした。2021年自身のインスタグラムを更新、短くカットした新ヘアスタイルを公開しており、原日出子さんは髪切ったからと動画を投稿しました。背中まであった髪を久々にバッツリ短くしました。この時期クセッケは大変なんです、おかげさまで楽ちんですとショートボブにカットし、ご満悦の様子だった。過去にアデランスの CM に出演していたことからウィッグの疑惑が湧いたのではと言われています。現在64歳の原日出子さん、そのまま当時のスポンサーだったアデランスでヘアスタイルをお世話になっているかもしれませんね。いかがでしたか。今回はカツラ疑惑のある芸能人をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。